ちょっと怖い、やばいと思ったけど、このまま坊主になるかなと思ったけど、ちゃんとね、やばいパターンだったよね。うん、あれちょっとね。あれ撮れてたらよかったよね。ね、最初の新しいはあれは触らなかった。ああ、そうなんだ、ね、うん。新品のジグが傷だらけなとか。そうだった、ね、味わい取った。こちらその時に映らねえかなと。難しいですよね。うん、ああ、そこで映らへんかったら。なしですよね、結局ね。これが田中君か。これ田中君か。かわいらしい。映ってない。一応、今日はあれでしょ。映す価値なしではない。ちゃんと見たら、下で偉いじゃん。別だと思うよ、多分。あ、最近だからあのベイトについてるやつだもんね、ずっと。うん、あと黒潮の、そう、黒潮は大きいでしょうね。あったかさで吸うよ、ね、うん。間違いなく。浮いてきてるけど、ね。下びれきった。これか。あ、てかこれパンちゃん。本当にいいやつ。ね、そう、ちょうどうまそう。これぐらいがちょうどうまいよね。フーガのポットとか言ってるね。贅沢だ。ね。タイ2個分。娘のとこに持ってってやろうと思ったら、うん、なんか、俺がサバイカ乗ってったら、フーガって言ったら、何だいらんって。え、そうなの？なんでそれ？カブダイって。あ、フーグね。そうそうそう。あ、フーガ、ね。だいぶはこのもらうら。これでも解体するのめんどくさいから、いらんだから。ちょっと、コメントマダイ多いね、今日。マダイばっかなんですよ。マダイで、そうなんですよ。青ボンが欲しかったんですよね。サワラがもうちょい。コンちゃんしか釣ってない。それがハル君のもの。60ぐらいだろ。それぐらいですよ。あれ6はない、あるある、うん、60ぐらいね。でもいいサイズ、うまそうだよ、この方がババダンに比べれば。どでかくなっちゃって、なんかボソボソになってるよりは。この前坂口さんが釣ったやつがまずそうだったもん。あ、でも大変なことないって言ってました。あ、本当、うまかったって。うん、悪くなかった。意外になんか悪かった。よくな、あの、まずうまかった。坂口さんやばいなと思ってたらしくて。意外にいいじゃないか。そうそう。何だったっけ、あの、動物の森でも釣ったことないタイプだった。動物の森って、あ、そういうゲームがある。ゲームがある。これはでかいな。あ、でかいな。こっちが俺だ。じゃ あ、さっきの俺？そうそう。じゃあもう60もうちょっとある。うん、あ、そうなの。これがね、これがハル君か。初めのやつね。あ、でも一緒ぐらい。これで、じゃあ6、ここだ。そう。7は？いやいや、ここが6だもんで、ね。6、5、6、7。7は？あ、これが7。うん、6、7とか。まあ、じゃあ。俺としては記録に近い。うん、この前お前たちでかいよ。66だったもんね。そう、それ先週の4か。自己ベスト。ないかな、3000の。まあ自己ベスト更新おめでとうございます。おすらねえな。白子もえぞ。白子ね、あのさっとね湯がいてね、うん、ポン酢で食うだよ。うえ。どこ刺してんの？あの骨の上。うん、ちょうどね、こう、へこんでる感じがあるんですよ、うん、昨日ちょうどこれぐらいの、だから、うん、あ、お頭のあれを煮付けにして食ったじゃん、うん、あ、ほんと、ま、ちょうど骨の上にね、冷蔵庫が開いたと思ったらまた嫁に言われる、ま、骨の上でちゃんと行かないと、あの、部屋とか入っちゃうと全然
ちゃんと60、60、60、70ぐらいあるじゃん。これ太いじゃないですか。ねえ、うまそう。70、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 70
これが僕今日いっぱい釣れると思ったな。意外にあれだから急に引き出したの、ね、最初、うん、そう最初は大したことなくて、うん、最初カサゴ食ったそれを食ったよね根魚と思う最初カサゴったのどれでしたっけ、うん、それはあれだよサワラだよ。あそうだサワラ最初カサゴ行ってた途中からギャーって言った。